さあ大きな巨体をこのセカンドロープから入ってまいりました。小林、チャンピオンチームが奇襲です。チャンピオンチームが奇襲でありました。コールが終わるや否や走り込んでいたアブドーラ小林、そして宮本優子、ロープに振ろうというところ、あっと逆に振り返された。さあ伊藤、そして星野組が早くも主導権を握り返す。選手なんかですとね、いろいろ作戦考えて、結果論で、結果往来の人ですね。そうですよね。先制攻撃してこうなったのも計算づくだと後から言うでしょうからね。さあ星野、さあ対戦相手の宮本、アブドラ小林ってやっぱ金子の坊さんとか、やっぱ僕もそう思ったんですよ。金子の坊さんなんですよ、ね、結局あの人全シリーズ出てますからね。そうなんですよ。それで生き延びていくというね。いや標準をあんまりぐちゃぐちゃにやると後の団体の人がね。あ、会場中をカッポしてまいりました。そう、今あのセコンドにね、はいはい、大地選手映りましたね。ついてお客さんでも使ってしまう、使ってしまうというね。確かにそうですよね。まあ本当にその一体感がね、大日本プロレスのいいところでもありますし、はい、新競馬大会、後楽園ホール大会、今では地方大会にもそれが浸透してきちゃった人、最後に勝った人だけでなくてね、みんなが幸せになれるよね。トータルぐらいのお客さんとやってるとわけが違いますからね。そうなんですよ。また2階席の奥の方にね、ずっとね、どう届くかっていうね。そうですよね。まあそのあたりもね、本当にあの記念大会のようなテーマを成してますけれども、はい、まあ僕としては本当両国大会の1回目と。さあ試合の方が動き出してきたんでありましょうか。蛍光灯がかなり飛散してまいりました。宮本選手はどうなんですか、松方弘樹か加藤さんは今のところ室田秀夫ぐらいの位置かな。室田さんかっこいいじゃないですか、そうなんですよ、爪とか蓄えてね。あ、いいですね、穴のお坊さんとか。あ、なるほどね。ちょっともうちょっと上にして。ほら、日ハムファンです。柳さんで日ハム東映の人だから強引に押し付けてきましたけど。さあ、さあ小林がこの表情、貫通貸してきました。もう金子さんとは東千鶴さんとね、そうなんですよ、料理番組なんかやっちゃって、ね、はい、小林さんができるかどうか分かりませんけど。あ、これはもともと小林選手は割と得意としてた。そうでしたね、はい、ぶっちゃ蹴りしてました、うん、にね、帰還されたということで、ちょっとヒヤッとしましたけどね。そうですね、最初は昔のね、弊社の団体規模ですとうひゃうひゃ笑ったりとか言えたんですけど、本当万が一のこと考えるとね、いや、そうなんですよ、悪ふざけもできないですからね、万が一の時のことを考えておかなければいけなかったという部分になります。あ、いいですね、これ明日で彼の場合は体重増やす時も減らす時もちゃんとなんかしてる時期なんですけれども。おお、さあ腰のあたり、背中のあたり、まあこの外見上はびくともしないように見えていますけれども、はい、内に響くものがあるんでしょうかね。あ、まだ行きますか。あ、いいですね。さあこれでもね、やるとボディースラムで戻さなきゃいけないです。小林、何何って、こうやって戻そう。ああ、一回でいいですね。これがね、一回で戻す。スナックル。あ、でも最近はね、忍のこともあまりよく言っていけないですけど、子供のファンも増えてますからね。高校まで小林選手だいぶやられてますね。もうほぼやられてるだけですね。でもね、普通ね、いわゆるチャンピオンが、はい、みんな思うんですけど、見出しがそう飾りますね、はい、小林選手の場合いつものことだからっていう、そうですね、順調とかそういう感じですよね、さあどうする。おーっと、今の星野は一つ違う。あー、急所蹴り。たまりません。選手もね、当然両国のタッグというの、これね、内容でどう振ってやるかってとかも絶対やってますからね。そうですよね。まあその名面とかストロングヘビーに決まった時に、その、まあ、小林選手がそのセミファイナリストとして、まあ、ヤンキー二丁拳銃とともにさらにすごい試合をしてやるぞという声を聞きました、はい、まあ、4つのタイトルマッチが行われる両国大会ね、まもなくと迫ってまいりましたが、さあ今回それが伊藤隆二、そして宮本優子、宮本選手はタイトルマッチに絡んでくるんですね。そういうことですね、はい、まあ、ショッピングストーリー歴代王様が入ってなかったんですよ。あ、まあ、入ってなかったですか、講師の方には、ね、掲載されてますんでね。そうなんですよ、ぜひご覧いただきたいと思いますが、さあここ余談ではございますけど、週刊プロレスの話出ましたんで、なんと、はい、これぐらいに試合リポート書かせてもらって、ありがとう。これはじゃあどういった試合リポート書いていただけるか、はい、注目がどうとなるとですね、はい、2号3号は来年出なくなってしまうので、そうなんですよ、もう今回本当に寮母7時出ても増刊を買っていただきたい、できれば今では、はい、想定内、本当想定内という、はい、変な安定感がありますよね。なるほどね。
安定の小林、なんかチラスが埋まってんのかというような目をしますけどもね。どうしたヘビーローテーション、チラスを振りほどいているんでしょうか。アイアンをね、何ですか今の、何でしょう、何をどう失敗したのかもわからないですね。あ、いいですね、シフォンでありましょうか小林。おー、今度は決めた。いいですね、落ち着きがない小学生みたいになってまいりました。でもこれで取れば、はい、両国の勝者に第一コンテンダーっていうところが十分主張できますからね。おお、綺麗なネット。足を受けてカバーにカウンター2。そうですね。いや違うな。ノドアのような形になりますね。上がるか。上げればこれは勝利近づく。おお。ボディスラム。そして。走り込んで、あー、ショートアウト。さあこれは来るぞ、得意の逆エビのパターン。これはね、あえて伊藤選手に出さないあたりも、そうですね、これはあの会見でも言ってましたけど伊藤には出さないと、これ星野なんか、そうですね、星野高橋、そうですね、関根、関根あたりまでだと、そう、そうですね、なるほど。おお、さあそのあたり伊藤龍じゃどう見ていくんでありましょうか。さあ一転して星野がピンチ、星野がピンチになります。すごいですね、あー出ました、ブラッドファンタスティックフリップ。おお、しかしカウント2。さあお客さん気をつけて、アブちゃん怒りの鉄拳、ムンズと掴んでぶち投げ、ややガードしているものの、気持ち的にやられちゃいますよね。そうですよね。さあ博多の夜にこだまするか。あーっと、タイミングマガチンが、さあ伊藤龍二カットに入れるか。最後は小林。そうね、はい。